折り入ってですね、はい、でございます、私剣道小林と、何でございましょうか、ベティ岸本からお願いがあるんです。何でございましょうか、まあ、もうよりによってベティからの、はい、今日我々2人を帰らせてもらって、うん、なんでやねん、なんでですか、最近さ、それ多いやん。いや今日はガチです、日村さんが飲んでるからあれはね、あれは言うてもそのプライベートは込みでしたからいやそりゃそうや、そうです、ね、結局俺は本当にあの太ももを殴り続けてここにいたわけじゃないですか、痛みで、痛みで悔しさを解消していやそうでもなかったけど、まあまあ、どうせだったら俺言ってましたから、ああ言ってた、我慢するために、うん、まあまあ確かにペンとか渡してなかったもんな、はい、うん、今日はもうガチなんですよ、今日は何ですか、何ですか、今日はあの私と、ベティがですね参加している、健康と自然を科学するというチームがありまして、健康と自然を科学するというそのつむら薬品みたいな、いやまあまあ偶然かぶったんですけど、ああ偶然かぶったつむらと、健康と自然を科学するというチームをですね、あのドラゴンクエスト内で結成しておりまして、ああはい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 、はい、明日あのバージョンアップなんですよ、あれイベント、もしかして、いや明日バージョンアップで、うん、今日2時までしかログインできないんです今日。はあ、で俺もベティもちょっとあの朝から忙しくて、はあ、今日の日課を済ましてないんですよ。はあ、はあ、はあ、ゲーム内のね、はいはいはい、あの畑に水あげたりとか、はあ、はあ、いろいろあるんですよ。ペットの頭撫でたりとかいろいろやらなきゃいけないんですよ。はあ、はあ、はあ、帰らせてもらっていいですかね。帰るか。はい。はい、あれよ。さすがゲームに理解。いや、それはあるけど。造形が深い。いや、ありますよ、ありますけれど。はい。これどうですか、ゲーマーとしてこの日記一日かか、日課を一日欠かす、はい。これが後々大きなダメージになることはお気づきですよね。まあそうですね。はい、畑が荒れたりとか。そうなんですよ。ポイントが減ったり。そうなんです。ペットからもらえるプレゼントのアイテムが遠くなるっていうね。なんやね、ベティ、その目は。なんやね。福引き券をもらわない。そう、福引き券もらわんことにはな。明日のバージョンアップへのスタートダッシュが切れないんです。いや、それは我慢しようや、だって。嘘やろ、バージョンアップだってそれ何時から、何時からバージョンアップ、いや、今日の2時から明日の午前10時までストップされてですね。8時間。はい。10時にログインしたも新しいバージョンになってるわけですよ。はいはいはい。いや、それ、そこはだって、なんか、なんていうかな、そのバージョンアップも含めてるか、まあ、みんなそうやんか、はい。一律そうなわけやから。一律、もう日本全国ですけど。やろ、っていうか、今もうパソコンでできるんで、世界で今日止まるんです。日本時間の2時に、うん、それは別にそのなんかさ、でもこのラジオ11時半に終わります、ね、一応2本目の話やから、何て言うの、収録の分の話のしてんやな、それはな、はいはい、ダッシュで帰ったらギリギリに間に合えへん、どうにか、大丈夫よ、いけますいけます、うん、もうここだけの話、うん、なあベティ、日課だけで1時間半はかかるんですよ、そんなかかるの、かかります、まず迷宮行ってな、はい、うん、かなー。